トンボシールトンボとは印刷物を作成する際に仕上がりサイズに断裁するための位置や多色削りの検討を合わせのため半下の点値、左右の中央と四隅などにつける目印、検討表とも言う。一般的に点値、左右の中央につけるものをセンタートンボ、仕上がりサイズの四隅に配置するものを角トンボと呼び、このほか、印刷物の形状に応じており、 トンボなどが用いられる。印刷物の天地、左右の中央を示す位置に置くトンボで、多色印刷の際にはこのトンボで検討合わせをするため、検討トンボ、レジスターマークとも呼ばれる。両面印刷を行う場合には表裏の位置合わせの目印となる。通常は十字型をしており、トンボの名はこの形が虫のトンボに似ていることに由来する。 印刷物を仕上がりサイズに断裁するためのあたりを示す線。センタートンボ同様、多色印刷の場合には、検討合わせの役割も持つ。立ちトンボ、コーナートンボ、クロップマークとも言う。通常の印刷では単に仕上がりのあたりを示すもの、以外に、立ち落としとするために3ミリメートル程度の塗り足し幅を示す二重線となっているものが一般的で、 二重線の内側に位置するものを内トンボ、外側に位置するものを外トンボと呼ぶ。製本のために紙の折り位置を示すためのトンボで、形状は一本線という場合が多い。リーフレットなどの折り加工をする場合には、折る前に断裁してしまうために折り加工の工程では、不要だが DTP 作業時で折った後の仕上がり範囲をつかむための当たり線の目印となる。トンボは、 半下や正半フィルムを用いた印刷工程において、検討合わせの機能を果たすもので、かつての熟練した職人はカラス口などを用いて手書きしていた。A4 など規格サイズの場合は専用の半下台紙が市販されていたが、それ以外では細く正確なトンボを容易に作成するためのトンボシールが使用された。これは、薄利面が3分割されており、 中心部分を剥がして位置を合わせ指で押さえて粘着面と半下を固定しさらに左右を剥がして完全に貼り付けられるようにできていた。やがて半下作成が機械化されると仕上がりサイズに応じて数値入力で自動作成することが可能となった。製版作業の電子化を経て一覧の工程が DTP 化されるとトンボ作成は ソフトウェアの中の1コマンドに過ぎなくなっている。DTP 作業において代表的な編集ソフトウェアである Adobe Illustrator では、トンボ作成にはトリムエリアとトリムマークの2つのコマンドがあり、データ入稿時にはトリムマークで作成するように求められる。ありがとうございます。